こんにちは、褒めまくりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。お元気してますか。さて今日はガーナの閣僚が人種差別暴動に対しての発言をお伝えします。題して朗報です。人種差別に苦しむ米国の黒人に対して、ガーナ観光省、アフリカは皆さんの故郷です、迎え入れる準備はできていますと声明を発表です。最後に日本人の反応をお伝えします。それでは早速行ってみましょう。奴隷貿易の拠点だったガーナは黒人のふるさと。今の場所で必要とされていないならとどまることはない。アフリカは皆さんを待っている。黒人男性ジョージ・フロイドの拘束死事件を受けて巻き起こった人種差別をめぐる議論は海を越えて世界中に広まっている。西アフリカのガーナの観光省はアメリカをはじめ世界各地のアフリカ系市民に、今いる場所に自分が必要とされていないと感じたら戻ってきなさいと呼びかけた。6月5日、ガーナの首都アクラにある WEB デュボワセンターではフロイドの追悼式が開かれた。式に出席したバーバラ・オテンギャシ観光省は、ガーナは人種差別から逃れてきた人々を受け入れると述べた。ニュースサイトのガーナウェブによれば、オテンギャシは追悼式でこう語った。私たちは一丸となって現状を変えていきましょう。人種差別は終わりにしなければなりません。ジョージ・フロイドの死が無駄にならず、世界中で偏見や人種差別をなくすことにつながるよう願っています。私たちは今後もふるさとに戻ってくるすべての同胞を喜んで受け入れます。ガーナは皆さんのふるさとです。アフリカは皆さんのふるさとです。皆さんを迎え入れる準備はできています。さらに彼女はこう続けた。どうぞこの機会にふるさとに戻り、ガーナで生活を築いてください。自分が望まれていない場所にとどまる必要はありません。皆さんには選択肢があります。アフリカは皆さんを待っています。奴隷戦から400年。ガーナはかつて奴隷貿易の主要拠点で、ここから大勢の奴隷が船に乗せられて北米に渡った。2019年には記録に残る最初の奴隷船が北米に到着してから400年の節目を迎え、ガーナ帰還年イヤーオブリターンとして音楽祭など様々な文化イベントが開催された。一連のイベントによって大きな経済効果がもたらされたことを受けて、ガーナ政府はさらに同国への投資を促進するための期間を超えてビヨンドザリターンと称する戦略を展開している。ガーナ観光局のアクワシア・ジエマン CEO は6日、米 NBC にこう語った。アフリカ系アメリカ人、そしてアメリカの黒人は大きな購買力と移動の予算を持っている。そろそろあなた方の起源であるアフリカに戻ってきてはどうか。8日には、米政界の中枢とガーナのつながりが感じられる一幕もあった。連邦議会議事堂で、フロイドの死を追悼するために黙祷を捧げたナンシー・ペロシ下院議長をはじめとする米民主党議員らが、身につけていた色鮮やかな幾何学模様のスカーフ、連邦議会黒人幹部会の提供は、ガーナの民族衣装に使われるケンテと呼ばれる布で作られたものだった。BBC によれば、連邦議会黒人幹部会のカレン・バス会長はこう語った。ケンテはアフリカの伝統で、私たちにとって、重要な意味を持つものだ。それを身につけることは連帯を意味する。ガーナ政府がアフリカ系市民に帰還を呼びかける声は今後ますます大きくなっていきそうだ。ラキーシャ・マリー・フォードはスペルマンカレッジ、ジョージア州アトランタの海外留学プログラムの一環として2008年に初めてガーナを訪れた。その後アクラで PR 会社フォードコミュニケーションを創業し、5年前からガーナに永住している。ガーナのホウが自由な気持ちになれた。私はジャマイカ系アメリカ人だが、ガーナには文化的に似ている部分がたくさんあると彼女は本誌に語った。20代で自分のアイデンティティの土台を認識できたことは大きかった。
周囲の環境に目を向けて、自分がどうやってこの場所に付加価値を与えられるかを考えることができた。アメリカにいたら、きっと未だに人種差別と戦っていて、そんな余裕はなかっただろう。以上です。次に、日本人の反応をお伝えします。地上の楽園来た、これ。アメリカの黒人、そんな未開の土地は嫌だ。リターン、トゥ、アフリカ。やっとまともなこと言う、黒人出てきた。黒人は、みんな、黒人の国に帰ろう。肌の色で差別はなくなる。カカオの栽培し放題。いや、誰もアフリカなんかに住みたくねえよ。アメリカの黒人だが断る。やったな。黒人のみんなアフリカに帰ろうぜ。在日のとある民族もとある国の本国に帰ろうぜ。君たちの故郷はここではない。君たちは思い上がりすぎた。故郷に、一族のもとに帰る時が来たんだ。まず黒人の力で先進国を作るべき。アメリカ黒人なんて部落と一緒で差別利権で食ってる連中でしょ。しかもアファーマティブアクションとか言って、大学入試とか公務員試験でも優遇されてる。それなのに好き放題に暴れて、善良な市民を恐怖に陥れてる。ほんと虫唾が走る存在だわ。賛成。在日のとある国の民族もとある国の本国に帰れ、クククククク笑い。最近世界中で1970年代にピークを打ったと思われてる思想対立がまた先鋭化してきてね。グローバル化の弊害とコロナによる格差の見える化が原因なのだろう。人類はこの100年で何も乗り越えられなかった、また醜い対立が始まる。もううんざりだ。日本にいる黒人は元気にしてますか？斬新すぎるクク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 笑い。本当に向上心があるなら、故郷に戻り団結してこの土地を飛躍的発展に導いていけるんじゃないのか。暴動のエネルギーを発展に費やすべき。100年後の伝説になるよ。アフリカ版 Go Do キャンペーンか。日本は黒人より中国ととある国の本が犯罪率が異常に高いから、こいつらなんとか攻めば。日本で差別云々とかほざいてるのがいるけど、何こっちが当たり前に受け入れないといけないんだよ、アホか。日本と日本人を尊重できないクズは出ていけ。日本人は外国でその国を尊重して動く。あいつら気違いだから、まともな呼びかけしても無理ですよ。まあそもそも頼りきってないで。いい加減、黒人が黒人の先進国作れよとは思うけど、そもそも黒人同士の差別の方がひどいっていう、あれ。一緒に白人どももヨーロッパに帰れ。南北アメリカはもともとモンゴロイドの土地だ。差別を受けるよりはアフリカに帰って、その知識をアフリカに伝えて発展をサポートした方が尊敬はされるよ。部族争いで勝った方が負けた方を白人に売ったのが奴隷。アメコ黒人、建前、俺たちはここ米国で差別されて悲惨な目に遭ってるんだ。本音、いやーでもよ、祖先が奴隷だったおかげで世界ナンバー1の先進国に住めてんだからよ。まあラッキーってなもんよ。アフリカ産まれの黒人とか、それだけで悲惨やん、クククク笑い。病気になってもまともな医療も受けられんし、お、あそこにチーノだかジャックがおるやん。差別してやろ。ガーナは基幹産業があるアフリカ大陸の中でも豊かな国。ガーナの観光省は間違いなく有能。トランプが先に行ったら間違いなく炎上してたろうな。ありがとうガーナ。そもそも白人の関係だったけど、黒人奴隷を捕まえて白人に売ったのは敵対部族の黒人だしな。そこらへん分かってないよね。お前らの先祖が売っ払ったんだぞ。黒人はいつになったら発展できるの。なんで黒人だけ他の人種に頼りきってるの。黒人はアフリカへ、白人はヨーロッパへ。在日のとある国の民族はとある国の半島へ。帰りなさい。
以上です。どう感じました？どう思いました？ネットの反応はほぼ好意的な意見ですよね。褒めまくりも非常に同感です。共感しました。これって今まで有力者が誰も言わなかったことじゃないですかね。人間も動物です。動物の社会で異種族同士が一緒に暮らしている動物いますか？ペットとかではないですよ。野生においてです。ニホンザルとチンパンジー、ゴリラ、オランウータン一緒に住んでますか？ライオンとトラと猫とチーター一緒に住めますか？別々に暮らすというのはこれって生物、動物の本能であり生物の摂理だと思っています。異種族同士で一緒に住むと必ず争いが始まります。それと過去も現在も最近主義者グローバリストが金儲けのためにその生物の摂理をめちゃくちゃに壊してしまったんです。ですから現在においても未来においても異種族間で争いが絶えなく、そして未来においても争いはなくなることはないでしょう。当たり前ですよね。左翼極左は綺麗事を言います。人類皆兄弟というのは左翼極左の一丁目一番地の政策であり主張だと思います。対比して自国民優遇というのは右派保守の一丁目一番地の政策であり主張だと思います。左派の主張人類皆兄弟政策がそんな綺麗事が現実社会でまかり通るわけがありません。もともとの動物生物らしい自然な形に戻るのが人類にとって一番幸せな形なんじゃないのかなと思いますね。アフリカの大地に黒人の力で国を発展させ、アフリカに黒人のための先進国ができたら素晴らしいと思います。皆様はどうお考えでしょうか？一度しっかりとこの問題を考えてほしいと思います。最後に一言、自国民を保護するのはその国の責任であり使命です。当たり前ですよね。ガーナ政府がその国の民族を保護する観点からアメリカで黒人が差別されたというのなら、帰還事業を行うことは素晴らしいことだと思います。それは日本でもそうだと思います。日本人も世界中に日系人がいます。もし彼らが現地で苦労して差別されて苦境に立たされているのなら、保護をするのが使命であり責任があると思います。帰還事業を行うべきですね。それは世界各国のどこの国であっても同じです。日本国内においても、日本人に差別されたと主張する外国人がもしもいるのなら、その自国民を保護するのがその国の本国政府の役割だと思います。帰還事業を行うべきだと思いますね。それでは今日はこの辺で、また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。